適当な部分を切り取って持って帰ろうとしよう。興味本位で作られた、捨てられた。レナ人がヘルガイムキルみたいに直接心を操られてないのって元がダナ人だったからなのかな。かもな。だとしたら皮肉な話だが。皮肉？
レナ人はダナ人にひどいことをたくさんした。だがそれは彼らが操られてしたことじゃなかった。そのレナ人も元を正せばダナ人だった。悪の出所は精霊ではなく私たち自身の中ということか。でもよ、心が自由だったからシオンとデュオハリムは俺たちと一緒に戦うことができたんだ。だからこそメダンシエや他の場所でもただ憎しみ合うんじゃない関係を作ることができた。だろ？ローの言う通りだな。俺たちは物事のいい面に目を向けるべきだ。うん、きっと希望はそこにあるよ。コロロロー！なんだって？間違いないって。